ハロー、エブリオン。トゥディアイドラクトゥ k ゥト o トゥ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 アバターサブオーレスネイティブア i リケーショ n フォーニュー s パス。いや、やっぱり日本語でいきます。<laughs> ちょっとあの、の今日なんかかっこいい回だったんで、なんか全部英語でしゃべろうかなとも思ったんですけど、ちょっと日本なので、日本語で。はい。 で、えっと、今日なんですけど、私、えっと、の方から、えっと、サーバーレスウィズネイティブアプリケーションフォーニュースパスということで、えっと、ニュースパスっていうアプリを、まあ、最近リリースしましてで、そちらに関して、あの、モバイルの担当を僕がやっていたので、まあ、そちらの方に関して、なんでサーバーレスの話をそ,その人がするんだろうみたいなことをちょっとしたいなと思います。で、今日のアジェンダなんですけど、 えっとまあ、ニュースパスの開発の時にですね、まあ、いろんなモバイルの中であのサーバーレスのアーキテクチャを取り入れて、まあ、エッセンスを作っ取り入れてきたということで、まあ、なんでそのサーバーレスを使ってみたんだろうという話と,あとそこからまあなんどういった事例が出てきたのかなと。 でその上でどういったこと、なんか問題引っかかったのかなっていう、まあ、ちょっとさっきのトーク受けて、さらになんか具体事例ということで、まあ、なんかプロダクションでこんな風に動いてて、うまくいってるよ、こんなことがつまずいたよっていうのをちょっと今日、皆さんに持ち帰ってもらえれば、まあ、それが一番収穫なのかなと思いますので、えっと、あとまあ、この中で、あのこの後、僕、最後の、えっと、パネルディスカッションの方でもお話しさせてもらうので、まあ、なんかその辺で皆さん、いろいろ吸収してもらえたら嬉しいなと思います。 でまず自己紹介なんですけど、えっと、私、松本ゆきと申します、ツイッターは、ワイマツイッターというアカウントで、大体いい最近はなんかサーバーレスの話ばっかりしている気がするんですけど、えっと、一応、担当は今、g n o s という会社の新規事業担当の執行役員をやっております、えっと、業務担当で言えば、えっと、マネジメントもやりますし、えっと、語言語の布教係が、まあ、主な仕事、ここ2年間ぐらいの仕事でした。 あの2年前ぐらいに Go 言語を導入して、まあ、ずーっと Go をやろうぜ、やろうぜって言って今、サーバーをほとんど Go に置き換えてみてっていうところまでやりきりましたあとはパフォーマンスチューニング大好きなので、まあ、イスコンやってみたりとかあと、まあ、いろんなサーバ社,社内のまあパフォーマンス関連の問題を僕の方で解決したりとかやってますただ、一応僕の本文は多分ネイティブアプリケーションのエンジニアだと思います。 で最近の趣味は VR とか AR とか MR でなんかこれのために家引っ越したりしましたあとさっき見たやっぱりアレックさんもすごいなと思いますねはいでちょっと宣伝ですね、えっとまあ、うちの会社がどういったことをやっているのかなというの,のの簡単なご紹介ですっと g n o s y 使ってらっしゃる方あとニュースパス使ってらっしゃる方おちょっといるちょっと嬉しいえっと、まあ、我々の情報キュレーションサービスの g n o ー s y というのを運営してまして まああの情,最適情報を最適に届けるっていう、まあ、我々のビジョンの下でなんで、いろんな、まあ、ニュースがたくさんあふ,れ世の中にあふれているものを、じゃあ、それをどうやって最適に届けるんだろうっていうところを、まああのまあ、ニュースに限らず情報全般を最適に届けるってことを我々の、まあ、ミッションとして今、あのいろんなサービスを出しています、で今、主に出ているのが2つで、えっとまあ、我々が創業時からやっている g n o s s というニュースサービス。 で同じくニュースパスという、えっと、こちら KDDA さんと共同で運営しているサービスで、まあ、こちらの方うがきあの皆さんにお話ししたい内容になります。でですねえっと、最近のちょっと社内のサーバーレス事情、先にお話ししとこうかなと思うんですけど、まあ、スライド1枚です、ね、すぐ終わります。 あのまあ、ニュースパス、まあ、開発するにあたって、まあ、今日すごいたくさんいろんなサーバーレスの話をさせていただくんですけど、まあ、それ以外でもなんかラ,ムラムダと SNS、SQS あといろんなサービスのまあイベントフックを使ってでラムダからスラックに通知するみたいなさっきの,あのデモみたいなことを結構社内でもやっていたりあと最近、ですね、あの最近というか先月、えっと、も,うもう先月ですね、えっと、ハッカソンをあのインンをイターン エンジニア向けインターンでやりまして、まあ、これちょっとイスコンみたいなそのサーバーのパフォーマンスとあと機械学習を組み合わせたような問題をやってみたんですけど、まあ、それもあの実は、電池マーカーを全部ラムダで書いてみて、 まあそれで運用してみて、まあ、40人以上参加して2日間あのずっとベンチマーカー叩くようなシステムだったんですけど、まあ、実はこれがたった3ドルあの300円で収まったよっていう、まあ、この辺の話も今日はしたかったんですけどちょっと今日はそっちよりもあのモバイルよりの話はしますが、まあえっと、特に新規の開発に関しては、まあ、サーバーレスでできるものであれば何でもやってしまおうというポリシーで、まあ、いろんなまあ箇所にサーバーレス適用してすます、まあ、我々あのチームのモットーとして、まあ、新,新技術はひたすら試せ っていう感じなので、まあ、ひたすら試してでその中で失敗事例を積み上げつつどこが一番使えるんだろうということを考えながら、まあ、課題に合わせていろんなサーバーレス系のツールも使ったりいろんな言語を使ったりということでここから本題なんですが、えっと、まず今日お話しするにあたって、えっと、ちょっと最,最初にあの僕が、まあ、どちらかというとさ今日はあのモバイルアプリケーションから見た 話をしたいと思うので、まあ、あの話すこと、話さないことちょ,ちょっと明確にしておきたいなと思っていて今回話すのはあのクライアントサイドから見たサーバーレスでとその中で AWS モバイル SDK を非常にかあの大量に活用しているので、まあ、その AWS 利用を中心としたさ、まあ、事例とかでそこから得られたどんな試験があるのかなというところを話して。 で一方でその、もしかしたら今日皆さんが一番興味あったあのインフラ管理の効率化みたいなところとかあとまあラムダ使ってサーバー側の実装こんな風に効率化できたよねとか,か ABI ゲートで使ってウェブシステム作ってみたいよねっていう話をするわけではないのであのご了承くださいというところではあるんですけどもなんでこの話をするのかなんですけどあの結構最適なアーキテクチャを組むって あのサーバーサイドを見,見るだけで今できる世界ではなくなってきたのかなと思っていて、まあ、なんかモバイルエンジニアがどういうふうにサーバーレスを見てなんかその中でアーキテクチャをどう作ってきたのかなっていうところをお話しすることでなんか今日皆さん,なんかあのサーバーレスと、まあ、モバイルと,あとインフラストラクチャサーバーサイドなんかこれらが組み合わさってどういうアーキテクチャになっていくのかなっていうのをお話し,したいいなと思います,、はいでですね、まず最初の話題、えー、とモバイル開発がなんでサーバーレスに至ったかと。と いいいうお話をしたいなと思いますこれまで、まあ、このあのサーバーサイドの責務とモバイルの区分っていうのを、まあ、ざっくりと書いてみたんですけど、まあ、簡単に言ってしまえばクライアントアプリでデータを表示するサービス、あ表示するあのレイヤーだったと、まあ、なんかクライアントサイドでも MVC というのはあ,ったりありはするんですけども、まあ、基本的なそのデータの整合性を保つこととか あと、まあ、ビジネスロジックといったもの、そういったものって、まあ、基本的にはサーバーサイド、もしくは、まあ、リレーショナルデータベースだったりとか、そういったものを組み合わせながらの、まあ、ロジックを保っていくってことが、まあ、これまでメインだったと思っていて、なので、まあ、例えばそのログの分析、配信、あと通知の配信とか、あとデータ配信、まあ、これは普通の API みたいなものだと思ってもらえれば、あとはデータの永続化、まあ、クライアントは単に API を叩くだけで、実際のデータの永続化は、まあ、のサーバーサイドの責務として行っていた。 あと、認証認可。えっとまあ、このユーザーに対して、このリソースに対するアクセスを許可するか否かというところ、まあ、こちらもまあサーバーサイドで普通はやる。でビジネスロジックに関してはまあ当然、サーバーサイドで、まあ、こあの例えば弊社だと推薦エンジンとか、推、ま、薦、あのエンジンとか、まあ、そういったものとかはサーバーサイドでやるものだなと。であとはログのストリーム処理とか。 ログのストリーム処理っていうと多分広告とかあと大きいウェブサービスを運営されてる方だとイメージがつくと思うんですけど、まあ、大量の,ウェブあのアプリケーションから送られてくるログをあのサーバーで受け取ってでそれをまあ中継していて最終的に例えば S3 に固めたりとかあと Hadoop で使えるように HDFS に全部ぶち込んだりとか、まあ、そういったまあいろんなログストリームの、まあ、巨大なログストリームの処理っていうのがありますでこういったものはすべて今までサーバーサイドでやっていてで一方でまあなんかクライアントアプリがやっていたのは ユーザーとインターフェースの間、ユーザーとユーザーインターフェースの間のやり取りだで、その結果を、イベントを今度は API に送付して、逆に API から受け取って、であとはデータを、まあ、クライアントサイドでキャッシュするぐらい、まあ、本当にあのいわゆるビューだったと思って、広い意味でのなんかアーキテクチャを考えたときに、そのクライアントサイドっていうのは、まあ、いわゆるビューだったと思っているんですよ。ただですね、課題として、まあ、例えばあの、 一つのサービスを運営するにあたって、まあ、100台のサーバーが、まあ、例えば手元にありますとでもユーザーは1000万台モバイルがありますとで実はですねあの最近ちょっと面白い話があったんですけど、まあ、iPhone7、まあ、プラス出たじゃないですか,か iPhone7 プラスってあの数年前の MacBook Pro と同じぐらいの,の CPU リソースを抱えてるとでメモリも数ギガバイト持っていて で一方で100台のサーバー、まあ、1, 台1台あたり、コアが例えば、まあ、ウェブサーバーとかだと、まあ、うちだとまあ1コアか2コアぐらいしか使わないので、まあ、200コア,、まあ、200コアだとか300コアとか、でまあ、メモリも1台あたり、例えば5ギガバイトぐらい、まあ、4ギガぐらい積んでるとして、400ギガと、まあ、明らかにリソースの量があの偏りが違うと、でなんかそういった境界をもうちょっと考えてみると、まあ、その CPU とメモリリソースっていうのは、もう少しうまく使えるんじゃないかなと思ってるんですよ。 まあその一つがまあログの加工処理とか、まあ、あの多くの CPU 使うものですね、これはなんかまあユーザーのイベントをシリアライズして JSON とかまあ例えば TSV とかに固めて API に投げますとでそれをあの受け取って中継して中継してバッファリングしてそれを最終的に S3 に固めるなりするというところって結構まあリソース食いますし、まあ、あとそのまあ処理自体とかそんなに複雑じゃないんですけどとにかくなんか分散したい処理 なんかあの100台でこなすよりもユーザーサイトでやってもらった方が早いよねっていう処理とか結構あってまあその1000万台のリソース活用した方が早いよねっていうのがあったりしますでもう1個があのプラットフォーム間の差分の吸収っていうのも結構あってだから皆さんあの1000万台とかそのサービスでいろあのモバイル端末見てるとまあなんか本当に大量のフラグメンテーションも起きていて 例えばアンドロイドのプッシュについて考えると、そこには GCM があり、FCM があり、GCM もなんか昔のバージョンだと、この API、キーは使えなかったりとか、いろんなそのバージョン間の差、あとプラットフォーム間の差っていうのがあって、これをサーバーサイドで吸収していくと、そこを解決するクラスがなんかものすごいこう大量の、if 文にまみれていくみたいな事象も出てくると思うんですよ。そういうのって、クライアントサイドで解決してしまえばよくないかと。 と思うんですねで3つ目があの、まあ、認証認可問題、なんかいちいちそのいろん今、マイクロサービス化、まあ、流行りじゃないですか、まれ、あ、わもニュースアプリの中で、まあ、いろんなドメインを、まあ、マイクロサービスに分割していって運用してるんですけども、まあ、そうすると、のどの API に誰がアクセスしていいか、あとどのリソースを誰が取得していいかとか、まあ、いろんな,、まあ、なんかそのサービス間の認証認可っていう問題が出てくると。 まあ、クライアントの種類とか大数スケールに対しての難しさをなんか端末のマシンリソース使えばもっと早く解決できるんじゃないかなということで、まあそこであのクライアントサイドの人は考えましたと。サーバーレス使えばいいじゃないかと。で、まあサーバーレス始まって、まあモバイルの役割は変化してきたなというのが、まあ今日の,あの一番言いたいところで、まあその多くある、まあなんかよくあるビジネスロジック、さっき話したようなそのログの配送とかプッシュとか、その、まあいろんな、まあなんかビジネよくあるビジネスロジックを肩代わりするツール、 まあ、いっと,ときはなんかマネージドサービスとか呼ばれていたものが、まあ、さらにその任意のロジックをまあ運用できるようになってサーバーレスという形になって、まあ、クライアントアプリが直接そういったサービスを叩き叩く世界もやってきたとでそうするとクライアントサイドはなんか直接扱える領域がどんどん拡大してきていて例えばその認証認可周りログ配送プッシュ周りとか今いろんなサービスが使えるようになってきていてで、まあ、一方でそ,のロ,ジ、まあ、それでロジックをクライアント側で吸収するっていうことがどんどん可能になってきたと思っています まあそのプラットフォーム間の差を吸収したりとかもありますしログ回りとかもありますしで、まあ、そのクライアントリソースで例えば画像あの写真アプリとかやる方であれば、まあ、クライアントサイドで画像処理全部やっちゃえばいいですし例えばあのディープラーニングなんかも最近は Google の TensorFlow とかは iOS のクライアントサイドでも実行できるように学習済みファイル配信すれば運用できるとか、まあ、そのクライアントサイドのリソースの活用っていろいろできるようになってきたよねと。 SDK を通じてそのクライアントサイドのマシンリソースを一,一通りあの活用できるようになってきたのが、まあ、サーバーレスがあのモバイルにもたらした役割なのかなと思っていてでなんかこのことを考えて最終的に至ったのが、まあ、こんな感じですねこ,れ、えっと、こっちが g n o s y ですね g n o s y はこんな感じのロジックをも抱えていて実はニュースパスってほとんど同じ裏側に似たようなことをやっているんですけども、 まあなんかその二つの間のクライアントとサーバーサイドの責務っていうのが、まあなんかすごいなんかグノシーでちっちゃかったところがニュースパスでは半分ぐらい青くなっちゃってると。まあ、なんか一個一個見ていくと、まあ例えばその、まあ UI は当然クライアントサイドが持つじゃないですか。まあこれをサーバーサイドで配信するのはまあウェブだったらまああるんですけど、えっともうこれがネイティブアプリケーションだと UI をまあネイティブが持っていて。で例えばその通知の管理、えっと例えば APNS とか GCM 運用されたことある方、むっちゃめんどくさくないですか,なんかあのいろんな端末でこのトークン死んでる、生きてるとか,なんかこのトークン変わったんだけどサーバーサイトにどなんかそれを更新してもらうとか結構いろいろあって、まあ、そういったところの管理っていうのもあのニュースパスの方では通知管理はもうクライアントサイトに移していてあと例えば AWS ーーのサービス群への認可、オーセンティケーションは、えっと、これまではまあ UI あの g n o s では、まあ、サーバーサイトでやっていたんですけどもう今回はモバイルの方が例えばそのクライアントがこの、えっとまあ、例えばキネシスを叩いていいよとかもうそういったところの認証認可はもうクライアントとあのサーバーレスサービスの間でやり取りをしてしまっている。で、えっと、もう1つログの配送とかもうこれもう具体的な事例で後であのすごいピタゴラスイッチをあのご紹介するんですけど、まあ、なんかログ配送の仕組みがまあ,ありますよと。まあ、そののの多くのロジック配置ががサ、まあ、サーバーバイトにあったものが えっと、クライアントプラスサーバーレスっていうところに移ってきたっていうのが、まあ、ク,クライアントから見たときにちょっと面白い面白いというか,、まあなんかあのー、サーバーサイドの開発リソースをより最適にあの本当にこのサービスってどうやったら伸びるんだろうって考えたときに、まあ、例えば Gnost とかニュースパスだとだと推薦とかあとデータ解析の仕組みっていうのが、まあ、コアなんですけども、まあ、そういったところにサーバーサイドのエンジニアのリソース寄せたいよねと。 クライアントサイドがそ,のそれ以外のどうでもいいところは全部巻き取った方がいいよねっていうのがニュースパスの開発では実現できていてまあそのまあなんかサービスのいろんなロジックをクライアントに寄せてまあいろんな恩恵が得られましたよと,ということでそのクライアントモバイルサービスがまあこういった理由でまあこれまでサーバーレスアーキテクチャっていうものにまあ出会ってこういうふうに移行してきましたよということでま,あなんかそのま,あまとめるとまあこれまであのいろんなリソースが CPU、まあ、メモリーとかたくさん抱えているモバイルアプリを少ないサーバーサイドのリソースで、まあ、運用していた部分に関してあと開発、開発者のリソースに関しても合わせてかんあのクライアントサイドに寄せる世界がこれ今、来ているんだなというのが、まあ、AWS モバイル SDK を使ってみたりとか、まあ、あと、その他の、Firebase とかいろんなそのサーバーレスのシステムを使うことで実現できるんだなというのが、まあ、あのモバイル開発者から見たこのサーバーレスの意味なのかなと思いました。 でですね、あの実際にじゃあこの中でどういったことをやってきたのかなという具体事例のお話をしようと思います。えっと、具体的には、まあ、結構いろんなサービスは使っているんですけど、まあ、主にあのご紹介したいのは、えっと、AWS コグニート、AWSSNS、AWSKinesis この3つが、まあ、今回あの特にわれわれとしてはすごいメリットのあるシステムだったなと思っていてこの3つについてお話をしようと思います。はい。 でえっと、すみません、ちょっと息が続かなくなってきた、えっと、AWS コグニート使ってらっしゃる方、結構あの、まあ、便利なサービスではあるんですけど、あのまあ、こちらをご紹介しておくと、まあ、AWS コグニートって簡単に言うと、AWS サービスへの認証認可の管理、あと、まあ、そこからさらにあのユーザー管理で、ユーザー管理に対してユーザーに紐づ付いたリモートシンク可能なデー,データストレージ、この3つを抱えているシステムです。 ユーザーの AWS リソース安全なアクセス確保するっていうとこれまでだとサーバーサイドで一時的テンポラリーなアクセストークンを生成してそれをクライアントに配信してどこかでインバリデーションするみたいな形になると思うんですけどもこれが AWS コグニートとモバイル SDK を組み合わせるとクライアントサイドで AWS に対して認可を通してそこから得られた認証を通して 認可を使ってキネシスとか SNS に対して直接クライアントサイドがやり取りをすることができます。であとコグニートシンクっていう仕組みがあって、まあ、いわゆるその単なるキーバリューストアなんですけどもこれはユーザー単位に紐づ付いているキーバリューストアです。えー、とでかつあのもう1個面白い特徴として、まあ、コグニートシン,クシンクってどういうことかというとあの複数の端末間 でまあ、いろんな、例えば Twitter ログインとか Facebook ログインとか、まあ、自分のメールアドレスログインとかもしくは何らか独自のアカウント認証系とかを持っていると思うんですけど、まあ、それでユーザーが複数の端末で一つのアカウントとしてログインしているとき、まあ、これに対して、まあのまあ、つキーバリューストアが一つのなんかネームスペースを確保して、まあ、運用できるよってことでコグニートシンクていう一つのシンク可能なデータストレージっていうのがコグニートシンクのいいところかなと。例例えばあのプ例えばば というかバックエンドであのなんか他の端末でこのキー更新されましたってあったら、まあ、それをサーバーサイドでなんか暗黙的にあの例えば iOS とサイレントプッシュノーティフィケーションとかを使ってあのバックエンドで勝手に更新させて次、他の端末ユーザーが起動した時はもうそのデータが配備されてるとかそういった機能も備えていて、まあ、そのさらにこ,この AWS コグニントのシンクの中には、まあ、のイベントフックがあるんですよでそのイベントフックはあの AWS ラムダにそこから飛ばせるので まあ今回あのこのあと出てくるそのピタゴラスイッチの図があって AWS ラ,ラムダからさらにいろんなものを返していくことで多くの処理をあの同時実行できるのがこ、まあ、こ,このメリットかなとであと、利用はしてないんですけどもあのメールアドレスによってあの登録とかデータベース管理っていうまあところも可能になります国技塔のユーザープールっていう仕組みですね まあこの辺も興味ある方は今日は AWS の方が多分いっぱい来てると思うんでなん質問攻めにするといろいろ面白いことが聞けると思いますで、まあなんかこのでニュースパスの中では AWS リソースに対しての認証とあとコグニート進行を使っての設定値の管理というものを大きく2つ利用して、まあ、その基盤として利用して今使運用していますでこのコグニートなんですけど、まあ、どんなふうに使っているのかなというのでちょっと面白い図をお見せしますドン タゴラスイッチですあの。何をやってるかというとこれ設定値の,あの保存って皆さんいろいろやるじゃないですか例えばこのユーザーはこの機能を使える使えないとかあと通知を有効にする有効にしないとか。 その時皆さんやるのってそれぞれ認証用の保存用の API を立ててユーザーすらセッティングスにポストすればもしくはプットすればこのデータが保存されますよっていうのを作ると思うんですけども実はコグニートを使うとサーバーというか API を1つも作ることなくサーバーレスに全部運用できますよというのがあります字が小さくて見づらいかもしれないので一個一個説明していくんですけども まずモバイルクライアントなんですけど今回運用してたのが通知情報あの通知オンオフにするかっていうのとあとアマゾン SNS のエンドポイントの管理周りなんですけどもまずそのクライアントサイドで、まあ、SNS モバイルプッシュとやり取りして、まああのえー、と手元のデバイストークンを、まあえー、SNS のエンドポイントと交換して、まあ、端末に持ちますとでそのもう一個、あのー、この通知を有効にするこの通知をオフにするこの通知はこの時間帯と飛ばさないとか えっとこれニュースパスの設定画面を見ると分かると思うんですよ、まあそういった値がありまして、まあ、そのまあプッシュが有効でトークンはこれこれだみたいな情報をえあのコグニートシンクの中にまず入れますでコグニートシンクでまあローカルと AWS 上で同期すできるんで、まあ、シンクロナイズを走らせると、まあ、コ,グニートコグニートの方にまずイベ,ントイベントがその時に発火されますでこうするとあのシンクイベントをフックして AWS ラムダが動き,動き出してでこの AWS ラムダは特に何もやっていなくて後ろでは SNS に投げています。 SNS に投げる理由はあの一つのイベントを複数,に複数の,あのエンドポイントっていうか、まあ まあバックエンドに対して同時配信するときに SNS を介してあのいろんなサブスクライバーにイベントをばらまけるということでまあ大体こういうイベ,ントはイベントを後ろに渡すよってときは間に必ずまあラムダなり直接 SNS なりっていうのを挟むとすごく運用がしやすくなります、今後。例えばその後ろでさらになんか今、SQS に延期してるんですけど SQS 以外にもなんか例えばこの先でアラートとしてメー,と、まあ、メールを飛ばしたりスラックに投げたりとかいうこともできますし。 あなので AWS ラムダは単なる仲介,や仲介役としてまコグニートから SNS にイベントをフックしてあの仲介してでそれが SQS に対して延期しますここはなんかまあユーザーがデータを保存したよというイベントですねでその保存したよというイベントをあの得てここで初めてなんかマネージドなサーバーが出てきて、まあ、これはあのプッシュ配信用のシステムはさすがに今のところあの大規模プッシュをなんか例えば1000万台に5分間で配信するようなプッシュエンジンって あのまあ、ユーエンドユーザー向けになんか提供されているものって特にないので、まあ、そこはさすがに自分たちの強みとして自分で作っていて、まあ、そのシステムがそのイベントを受けて、えっと、エラスティックサーチサービスの方にそに設定情報を保存したり、でまあ、そこから得られた情報で SNS 経由でモバイルプッシュを飛ばしたりということをやっています。まあ、なんか結構複雑に見えるんですけど、まあ、意外とこう、まあなんか GUI 上ではポチ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 なんかこのイベントフックをこれにつなげてこいつをここいつサブスクライブさせてまあこ最終的にこのシステムがこの SQS S の Q をデキューするみたいな形で運用あの書いていると意外とまあこれ普通じゃねっていうぐらいの規模になってくると思うんですよ思うんですよなのでまあこういったあのピタゴラスイッチ使いながらまあ我々そのサーバーレスにいろんなデータのやり取りとかをかつあのデ,ータのデータというかイベントのロストがない形でまあ運用してます あのこういったサービスはイベントをロストすると一番まずいのであの回復させるのにその例えばログデータを洗ったりとかってすごく難しいと思っていて、まあ、そういったところを SQS で全部担保できますよというのが、まあ、ここの強みかなと思っています SNS の話が出てきたので、まあ、ちょっとその話もしようかなと思っていて、まあ、SNS、本当はもともとは、まあ、シンプルノーティフィケーションサービスなのであの、まあ、さいろんなイベントをいろ,んいろんなところのサブスクライバーに通知するというシンプルなサービスなんですけど これがあの今は SNS モバイルプッシュというサービスも持っていてあの例えば iOS とか Android とかに対して通知を配信することができますで結構、パフォーマンスもそれなりに高くてあの我々 SNS を使って今だとダウンロード数で15万かな、えー、と1500万台に対してのプッシュをあの速報としても運用できていますで、まあそのまあ、プラットフォーム間の差異をクライアントサイドで吸収するということが SNS とモバイル AWS モバイル SDK を組み合わせることでできていて、まあ、どういうことをやっているかというと、まあ、Amazon SNS と、まあ、いろんな iOS とか Android のいろんなアプリがあるんですけど、えっと、iOS と Android はそれぞれあの自分で例えば APNS のトークンもしくは GCM のトークンを取得しましたというタイミングでそのトークンを直接サーバーサイトに送るんじゃなくてまず SNS とやり取りをします。あのさっっきのモバイル SDK を使って とこのトークンを SNS のエンドポイントに交換してくださいとで得られたエンドポイントを使ってそれをバックエンドに投げる、まあ、バックエンドというよりはさっきの、まあ、このピタゴラスイッチに投げ込むんですけど、まあ、これ何が嬉しいかというと、まあ、我々が今まで GCM とか FCM もしくは APNS、まあ、それぞれあの別々なフォーマットのトークンと別々な配送先として見な,か見なきゃいけなかった2つのエンドポイントがあってでそれに対してあの、まあ、投下的に1つのエンドポイントで扱える。 SNS っていうものに投げればその先、もうなんか、投下的に扱えるんで、なんか、その、われわれがまあサーバーサイドで何らかの差分を吸収する必要がないよねと、で、その、投下的に扱えることで、サーバーサイドっていうのは、SNS とのやり取りに集中すればよくて、その先で一部、追加のペイロードとかは配信側の責任,責任で対応しなきゃいけないんですけど、例えば、その iOS だったら、このキーを配信して、アンドロイドだったら、あの、結構、 ライトを光らせるとかいろんなパラメーターが GCM にあるのでそのパラメーターを追加したりとかあるんですけどそのいろんなペイロードを配信側の責務では追加すれあサービス改善の要我々にとっては通知っていうのは要なのでそれを AWS プラットフォームを使うことで各 OS を気にせずに運用できますよというのが SNS 使っての強みですでもう一つ、AWS 記念室使ってる方いらっしゃいます もうぜひ使いましょう、むっちゃいいです。あの我々にとってはログデータっていうのは命なので、まあ、そのログをどうやって安定配送して、かつあの、まあ、ストリーム解析とあと、まあ、バッチ解析の2つを実現するかというのは重要なミッションになってくるんですけど、まあ、その、まあ、AWSKinS を運用するにあの、まあ、使うと、まあ、そのアプリ内のすべてのイベント収集が、まあ、さ今の2つの目的で運用が簡単にできます。まあまあ、例えばその、まあ ストリーム集計側でいうと、まあ、こちらを見ると、アマゾンキネシスの方にクライアントサイドの SDK が直接データを投げ込めるので、そのデータを投げ込んログ、イベントデータを投げ込むと、まあ、後ろの EMR スパークストリーミングを今使ってるんですけど、まあ、それ以外でも、まあ、これからだとキネシスアナリティクスを使ったりとか、まあ、いろんなその次,の次世代のサービスも出てるので、まあ、とにかくそのイベントキネシスに投げて、キネシスがスパークストリーミングから、えっと、まあ 全てサマライズしたデータを例えば RDS とか、まあ、サマライズしたデータを突っ込みたいデータ,データベースにぶち込めるとすみません、ぶち込める言葉が汚いですねそれでストリーム処理ができるのがもうまず1つでもう1つはバッチ処理の側で言えばこちらはラムダで運用できます AWS ラムダを使うことであの一定の間隔でキネシスのデータを、まあ、吸い上げて、まあ、それを、S、固めて S3 に投げるとか、まあ、あとはキネシスファイアホースというのもあるんですけども、まあ、そのいろんな、まあ、こちらでなんか大きなサービスあのログ中継サーバーを使うことなく、まあ、そういったものがで運用できるということでスケーラブルですごい使いやすいです。これまであの皆さんが 運用してきた、まあ、これまでの,そのログのシステムだと、まあ、よくあるのはフルエントでログを中継したりとか、まあ、ログスタッシュとかいろんなシステムがあるんですけど、まあ、そこでバッファリングしてバッファが溢れてないかなとかメモリー溢れてないか OM に殺されてないかとか気にしながら S3 とかにデータを上げていたんですけど、まあ、そういったことがあの、まあ、リソースをほぼ気にすることなく気にすることといえば AWS ラムダが、まあ、例えばタイムアウトしないかとかあとメモリー間に合ってるかなっていうのを見て、まあ、パラメータをちょっとチューニングするぐらい。 なってきます本当はあの手がかからないログ収集基盤になりますね実はそのこのデータマネジメント周りは数人,数人、まあ、実通稼働でいうと1人ぐらいで運用していて、まあ、それでもたった1人でそれを運用できるぐらいの、まあ、手軽さがあります でクライアントサイドからこのキネスをうまく扱うにあたってはピューレというライブラリを使っていてこのピューレというのはクックパッドさんが作っているクライアント向けのログコレクターなんですけど、まあ、これ、まあ、イメージでいうとクライアントサイドバフ,あのフルエント D みたいなもんですね、まあ、クライアントサイドでロゴをバッファイベントを投げますとピューレに投げるとそうするとピューレ側ではバッファリングして一定のチャンクサイズでキネスというか後ろのアウトプットプラグインというのをかけるのでアウトプット側に投げ込むと。 で今回だと Kinesis 使っているので AWSKinesis のアウトプットプラグインを自分で書いてあのバッファリングしたチャンクをあの一通り Kinesis にあの、まあ、バッチプットリクエストで投げていくという形をとっていてあとリトライもこれが実現してくれるので、まあ、ピューレ使ってみるとすごく楽ですね。 Google Analytics とかにも投げられるんですけど、まあ、我々は自分で分析するので、まあ、そういったところをピューレかけるのをキネシスでまあ安定してっていうかこの実装自体は1日2日で終わるぐらいの簡単なものなので、まあ、これを実装してまあ再送設定とかバッファリングを簡単にまあ実現した上で、あでサーバーサイドはキネシスの,あのシャードサイズをどれぐらいにするのか。 あパーティションとかシャードウをどう,どう設定するのかということだけ考えて、まあ、その先のバッファリング、まあ、そ,それ以外のなんかログに関する考えは特になんか持つ必要なくさっきのストリーム処理とこの、まあ、バッチ処理の2つを、まあ、サーバーを持つことほぼ持つことなくできるというのが、まあ、今回、A、AWSKinesis とモバイルで実現したことですで,です、ね、まあ、今3つぐらい事例を紹介したんですけど まあ結局、サーバーレス以前の課題というか、さっきのリソース運用とか、いろんな課題が出てきたんですけど、実際にそれは解決できたのかという話をしたいなと。で、言うと、過去と今の比較になるんですけども、結論としては多くの部分で課題がもう前にだいぶ前に進んだなと。まあ、人例えば、管理。 あのインフラリソースの管理に人を当てることなく、まあ、その実際のロジックの方に集中して人を当てられているという意味ではもう多くの部分で課題が前に進んだのかなと思っていますまず一つが CPU とかのリソース運用の話で言えば、まあ、そのこれまでログコレクターとか、まあ、いろんなリソースをサーバーサイドで抱えていたものが、まあ、これがあのクライアントサイドで直接ログの加工とか配送とかできるようになって、あのー、まあリソース課題の一部をクライアントに移譲することができています まあそれを実現してくれたのが今回の場合だと Cognito と AWSKinesis とモバイル SDK の組み合わせでもう一つがそのプラットフォームの差分吸収の運用なんですけど、まあ、これまでその特に通知とか、まあ、サーバーサイドでいろんなロジックの差分吸収していたものが、まあ、今回だとまあそれぞれのプラットフォーム上の差分をまあクライアントサイドで吸収してあのプラットあのサーバー側は各プラットフォームの違いを意識せずに、まあ、一つのトークンとして扱う仕組みが出来上がりましたと、まあ、AWSNS を使っての,利用あの話ですね。 でもう一つがその、まあ、認証認可に関しても、まあ、あのマイクロサービス、まあ、弊社のサービスだと後ろに20個ぐらいかな、えー、とサブシステムがぶら下がってるんですけど サブシステムの,その認証認可を、まあ、ゲートウェイとかそのその他のシステムで全部やっていた部分が、まあ、一部そのサーバーレスに移行することでサーバーレスの,そのマイクロサービス、まあ、サブシステム系に対してはコグニトを利用して認証認可っていうのを AWS に任せて AWS とクライアントに任せることができて、まあ、IAM ロールをいじればこのリソース使える使えないみたいなのが簡単にできるようになってきました、まあ、その多くの部分でその課題は前に進んだなと思っていて、まあ、ただあのですね サーバーバレスとはいえどです、ね、雲の上のこともたまには考えなきゃいけないときが出てきますで、まあ、なんかその実際に運用していて、どんなまあ罠,に引っかか罠というか、まあ、どんな TIPS が生まれた、どんな問題が出てきたというのを、まあ、最後、いくつかお話しして今日のまあ話を終わりにしようかなと思います。 でまあ、そのこれまでに遭遇したいくつかの罠周りの話なんですが、まあ、主にコグニートかかけるモバイル SDK の周辺の話が結構中心になりますまずあの皆さんがあ AWS コグニートを扱う上でまず考えてほしい最初に考えてほしいことがありますえっとまあ、安易にコグニートを入れるっていうのはあの一回考え立ち止まって考えた方がいいかなと思っていて、まあ コグニーって結構いろんなドメインを吸収してくれるんですよあの認証認可もありますしユーザーの設定値のドメインもありますし例えばそのアカウント管理があって、まあ、なんかいろんなそのドメインを持ってるんですけど実はその皆さんのサービスがそれって本当にコグニートのユーザーとあなたのユーザーはイコールなのかっていうその等価かどうかっていうのはよく考えて運用する必要があります まあそのいろんなサービスはあるけど自前でも持たなきゃいけないものとかあと例えば、なんだろうな。 まあ設定値でもコグニートシンクとなんか自,分自前の方で分けて持たなきゃいけないとかそういうのがあったりすると意外と二重管理になってきたりして、まあ、最終的にはうまく設計としてはまらなくなってくるので自分のシステム上のユーザーとなんかリモートのユーザーの間このユーザーがどういう関係にあるのかっていうのは、まあ、最初にその考えて、まあ、ここまでは AWS の責務だここまでは我々の責務だっていうその2つはちゃんとあの、まあ、自分で責務を持っておく必要があるかなと思います。 で特に1、ね、つあったのがあのコグニートとアカウントのライフサイクルの話が出てきますね、まあ、コグニートのユーザー単位とあなたのユーザー単位という話なんですけどあのコグニートにおけるユーザーアンオーセンティケティユーザーというのとあとオーセンティケティドユーザー2種類いるんですけども、まあ、そのユーザーというのは、まあ、例えばアンオーセンティケティだったらあのデバイス単位のユーザーでデバイス単位というのも実は細かく見えると iOS だと あのまあ、いわゆるキーチェーンにデータを突っ込むことで、まあ、なんかンインストール、アンインストールでもひと、まあ、一つのユーザーとして扱われていたりとかでも、アンドロイド側ではなんかエクスターナルストレージなかったらもう何回かアンインストール、アンインストール繰り返すと、まあ、何度も何度も違うユーザーになってしまったりとか,で、まあ、なんかそのあとは、まあ、その匿名の、まあ、利用ユーザーアン とあとアこのアンサイト決てるユーザーというのがイコールなのかどうかなのかというのはちゃんと考えたほうがいいです。であと SN、SNS ログインがあるので、SNS ログインもですねあのグニとアイデンティティは一つのアカウントに対して複数のユーザーをひも付け可能で、であと同じ SNS アカウントを複数のアカウントにひも付けようとすると、マージすることができるんですけど、なんかその時にマージするのか、それともああの使えないとちゃんとあのアラートを出すのかみたいなのは そこはあの自分のサービスの性質とあの合わせて考えなきゃいけないなと思っていて、まあ、なんかそういった周りで安直に SNS ログイン使えばいいやっていうのを、まあ、採用するのはやめたほうがいいと思っていて、まあ、そこのライフサイアカウントライフサイクル一1回間違えるとなんか1人のユーザーがなんか次端末買い替えたらこのユーザーはどうなるんだろうとか、まあ、いろんなその死にデータが出てきたりとか辛い話が出てくるので。 で最終的にはなんか1回、免停を取ってこなんかデータを吸い出して全部マイグレートして新しいデータベースに移行するみたいな,なんか1年後にそういう絵が見えてしまうので、まあ、そういったことがないようにユーザーライフサイクルちゃんと自サービスとちゃんあの比較して、まあ、十分にあの、まあ、マッチしているのかこの運用で正しいのかっていうのを考える必要がありますでもう一つ、えっと小ニとの認可とあの各 SDK の利用順序っていうのが実はあの 隠蔽,されて隠蔽してくれているがゆえに考えなきゃいけないことがあるのかなと思います。えっと、AWS の SDK ですね、まあ、例えば Kinesis と SNS と、例えばモバイルアナリティクスと、まあ、いろんな,、まあ、な SDK があって、まあ、それぞれ初期化するんですけれども、実はその初期化のコード、あのまあ、モバイル SDK ってオープンソースなので、裏のコード、まあ、ほぼ自動生成なコードなのかなと思うんですけど、裏のコードを読むと、まあ、なんか、 意外とこの初期化処理ってこの瞬間にあの AWS のオーセンティケーションのトークンを発行するためにあれ、実はユーザーマイなんか生成してるぞっていうのが見えてきてで1回その出,出くわした事象で言うとその3つぐらいの SDK を同時に初期化してましたとあの別々なスレッドでそうすると別々なスレッドで同時に初期化が走って1回のなんか初,期初回起動で3回ユーザーが作られる。 特にあの国ニート上で3回ー、安全性をつけいるユーザーが作られて、まあ、そうすると、あのー、まあ、なんかどっちのユーザーが使われるんだろうって、後からオーセンティケーションされたてか、レスポンスが返ってきたユーザーで上書きされていて、そうするとなんかデータ持たないユーザーがボコ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 で登場していて、なんかダウンロード数に対して国ニートのユーザーめっちゃ増えてんなってなって、まあ、その時に気づいたって感じですね。まあ、そののの認認証認可の裏側の挙動はきちんと意識してまあ コグニートの初期化に関してはまず最近先に、そのコグニートとしての初期化っていうのの先にその各 SDK の初期化とか、まあ、そういったことをちゃんと認識あの考える必要があるかなと思います。で大事なのはコグニートに関しての話だけじゃなくて、まあ、SDK の裏にある処理がどういうふうに動いているのかこれはなんか毎度考えてもらう必要があるのかなと思います。まあ、なんかこの処理、ななんか結構その特に、 単純に API を叩く SDK じゃなくてなんかある程度モバイル向けにラップしてくれてる SDK だと例えばその中で複数回の SDK を叩くとかいろんな処理があったりしてじゃあこの処理とこの処理を読んだ時に API ってどんな風に呼ばれてるんだろうというのは、まあ、SDK のコードを読むなりあのプロクシー挟んで間の通信を見てみるなりして、まあ、慎重に見てあげる必要があるかなと思います。 でもう一つ、えっと、コグニートシンクを使うにあたっては競合解決をきちんとしてあげる必要がありますあの、まあ、複数の端末で同じユーザーが使った場合に、まあ、コグニートシンクを、まあ、シンクロナイズするとシンクロナイズしたときにデータセット、まあ、なんかリモートのシンクカウントというのが、まあ、設定されていてそのシンクカウントが違ったらなんか、まあ、これコンフリクトしたよというコールバックが返ってくるんですけど、まあ、なんか単純に利用するとそのコールバックの存在を忘れて運用してしまってで、まあなんか データがうまくく同期されなくなるとその、えー、とコンフリクトをきっちり解決しないとあのデータシンクが二度と成功しないのでそのコンフリクトの解決の仕方っていうのはきちんと実装しましょうというのが、まあ、あのコグニツシンクに複雑なデータを持たせすぎないというのも一つ大事ですしあの、まあ、競合解決をちゃんと実装しましょうというのが大事になってきますであとあのコグニツシンクとラムダのフックの頻度の話があります えっと、これはなんか雲の上のリソースがどれくらい使えるのかなっていうのを考える世界になってくるんですけど、えっと、コグニートシンクで、まあ、シンクロナイズいわゆるあのコ,コグニートシンクにデータを入れたっていうイベントを、まあ、永続化するメソッドを呼び出すと、まあ、その裏でまずリモートに対して、まあ、ゲットレコードを取りに行って、まあ、そこからの差分がなければ、まあ、その。 今持ってる新しい更新データをポストするという処理が走るんですけど、まあ、ポストされるとその瞬間にあのデータセットが更新されるのでその後ろのイベントフックが走るんですけども、も例えば、Android だとあのプッシュが届いた瞬間にアプリケーション自体のプロセスは立ち上がるので、その時に SDK が動き出して、例えば起動時に毎度シンクロナイズを呼ぶような処理をやってしまっているとここで起きるのはまあシンクロナイズします、つまりプッシュを打ち込みます、シンクロナイズされる。 つまりプッシュ打ち込んだ回数全部ラムダが走ると。であのうちみたいにラムダをあの同時に大量に投げるようなアーキテクチャになってるとあの自分で自分あのラムダの首を締めに行くような形になっていて例えばその同時に数千回とか数万回みたいなラムダのコールが発生して、まあ、そこでラムダってスロットリングが走って、まあ、いくつかのリクエストがフェイルするみたいなことが発生します。なのでまあコグニ まあ限らず、ですね、まあ、後ろにあるフックがどういう頻度で呼び出されるかっていうのは常に監視してあげる必要があるので,であとラムダっていうのはあのちゃんとスロットリングされる制限あの上限値があるのでそこをきっちり見てあげる必要がありますので、国にとに限らず隠れてるフックとそのリソース設計というのはしっかりやりましょうであとあの最後に、まあ、AWSSNS の話なんですけど あの古いエンドポイントの扱いはきっちりやってあげないといけないですよと、これもクライアントの運用でやると楽です、の AWS の話ではないんですけど、まあ、iOS とか Android のトークンって、まあ、例えばアップデートをすると死んだりとか、機種変,機種変更をすると死んだりとか、まあ、いろんなタイミングでトークンが入れ替わるんですね、でその死んだと飛ばなくなったトークンっていうのをずっと SNS に抱えると、まあ、ずっと線形に増え、ユーザーよりも早く増え続けるので、 まあ、脱下でそのサービスが、まあ、遅くなってくるとなのでその通知に必要ないトークンって、まあつま、その時って必ずクライアントサイドで検知できるので、まあ、クライアントサイドでこの通知トークンはもう生きてないよねっていう判断がされたら古いトークンを削除してで新しいトークンのみにあの運用を切り替えるっていうのを、まあ、クライアントサイドでやってあげる必要があります。まあ、通知の配送って まあ特に APNS、昔の APNS とかだとすごく時間がかかる、まあ、TCP の, TC P のなんかレスポンスが返ってくるのすごい遅かったりするんで、まあ、その時間かかる部分をまあまあ可能な限り無駄減らすという意味でもクライアントサイドでやってあげる必要があるかなと思います。はい、長々とちょっといろいろ話してきたんですけど、まあ、最後まとめになります。あのまあ、サーバーレスアーキテクチャ、最高に楽できる部分もあれば、まあ罠になる部分もあります。で大事ななののはは、まあ、銀の弾丸ではない っていうのは、まあ、皆さん何どんな勉強会行っても〇〇は銀の弾丸ではないって話を聞くと思うんですけど、まあ、サーバイレスも同じなので、まあそのまあ、今のところのラムダはこ,れこんな制約があるよねとかいろんなその制約をちゃんと自分で認識した上でで、まあんばのいいとこまで組み合わせるのが必要だよねっていうのが大事で過度の適用をするのは現金ですよと、盲信するよりなんか、まあ、半分批判的な目で見ながらうまいこと組み合わせるのが大事かなと思います。 でまあ、今回だと、まあ、モバイルで分担できるロジックを、まあ、だいぶ異常ですることができたということでそういった成果がすごい上がりましたあの AWS モバイル SDK を使っていろんなあのログ配送の責務とか、まあ、いろんなものをクライアント担当にできたんですが、まあ、そ,のその結果としてユーザーの CPU を使ってサーバーのスケールがどんどん可能になってきた。 というのもあります、まあ、AWS だけじゃなくて、まあ、GCP とかいろんなそのサーバーレスを支えるエ,あエコシステムが出てきているので、まあ、そのいろんな活用をするといいのかなと、まあ、ニュースパスでは AWS 周りを活用しまくって SNS、Kinesis SN、コグニートとかを使って、まあ、いろんなロジックを、まあまあ、運用が人,人間がいらない形をどんどん作れましたただ、えっと、その、まあ、罠みたいなのもたくさんありますので、まあ、皆さんはその、まあ、いろんな こういう問題が出てくるよねっていう部分に関して、まあ、一つ一つ精査しながらいろんな事例を見たりあと、まあ、きっちりとリソース監視をしながら、まあ、その上で適切に使っていくことで、まあ、サーバーレスっていうのはうまく使えるのかなと思いますはいでですねまあ本当にサーバーレスこれからまだまだ進化してくると思っていて まあ、例えばまだまだラムダ、僕的にはこうパフォーマンス上げてほしいなというところとか,なんかも,うともうちょっと VPC 周りでなんか素早く使えてほしいなとかはあるんですけど確実にサーバーリソースの抽象化という意味では、まあ、サーバーレスアーキテクチャというのがこれ,から主流になこれからの主流だと思っているので、まあ、それをまあキャッチアップしながら、まあ、いろんなことをやっていきたいなと思っています。 で最後にあの宣伝ですけど、NO、Gnosty でもあのいろんなアーキテクチャ挑戦したいっていうインフラの方、サーバーの方、クライアントの方、いつでも募集していて、本当に人が足りないというか、僕一人で iOS、アンドロイド書いたり、そんな世界なので、なんか活躍の場はいくらでもあるので、一緒に開発したい方いたら募集しています。ということで、時間もちょうどいいので、ここで終わらせていただきます。ありがとうございました。あ,ありがとうございます。